パジェロイオは三菱自動車工業が生産、販売していた小型 SUV である。1998年にパジェロジュニアの後継者として発売。先代がパジェロミニをベースに再設計、再開発されたのに対し、本社は、シャシー、ボディともに専用に開発された。デビュー当初は3ドア仕様のみであったが、デビューからわずか2ヶ月後に5ドア仕様が追加された。 また、FR 仕様をラインナップに加えるも2002年のマイナーチェンジにより3ドア仕様、FR 仕様が廃止され、すべて 4WD の5ドア仕様となる。欧州ではピニンファリーナが生産を担当。そのためか、欧州ではパジェロピニン、またはピニン、北米ではモンテロイオ、スペイン語圏では将軍ピニン、ブラジルではパジェロ TR4 と別々の名前で販売。 CM には、ボサノバ歌手、オノリサの歌う、ムーンライトセレナーデが起用されていた。2007年6月に、日本国内での生産を終えた。ブラジルでは2014年まで製造されていた。なお、ツートーンボディカラーの設定が、後期型にはなく、より都会的なイメージが強調された。パジェロ用には、スーパーセレクト 4WDI と呼ばれる4。 WD システムが搭載されたことにより、機動性が向上。後輪駆動の 2WD、前輪駆動に、ビスカスを利用した 4WD、センターロックの 4WD の4つの走行モードを、選択して走行できる。パジェロシリーズ国内累計販売台数120万台突破2003年12月11日、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第35号19ページより、 ありがとうございます。